はいどうも、黒木啓太郎です。また今回2本目の動画を撮っていきます。セミファイナルの2本目の動画が出身地についてというテーマですね。まあ、一応僕の出身地についても一次審査の YouTube 審査の時に1本目の動画の自己紹介ですねの時にちょっと喋らせてもらったんですけども、まあ、今回2本目のテーマが出身地についてということなので、まだちょっとより深くより詳しくね紹介できたらなと思います。でそう今更なんですけど、まあ一次審査の YouTube の1本目の自己紹介動画の時、まあ長く作りすぎましたよね僕。だってあれ9分ですよ、ね、尺の使い方下手すぎましたね。すいませんでした。よく皆さん見てくれてありがとうございます。最後までね、他の人とかのやつとか見ても、1分とか3長くても3分とかかな、すごいまとまったやつをこう何本か上げてたっていう感じだったんですけどね。まあ長かったですね1本目が。はい、でも2本目こんな感じでね、またちょっと喋ってたらまたベラベラ喋ってたらまたね長くなりそうなんで、どんどん早速いきます。また編集のね手が負担がかかってもらうんでね、どんどんいきます。はい、それは僕の出身地ですね。九州の宮崎県の延岡市ってところです。ここです、ここ。ね、また出てると思います。デジャブですかね。またここに出ると思うんでね。ここです。で、簡単にちょっとね、宮崎県のこと、紹介していきます。ちょっとね、いろいろまとめたんで、カンペ見させてもらいますね。まず宮崎県ですね。面積が 7735.22km。全国14位です。人口が、106万3759人、36位です。で、26の、市町村からなっています。で、現在の県知事さんが河野俊二さん、僕の出身地の延岡市長さんが、読山洋二さんです。はい。で、まあ僕の出身地をね、ご紹介していく、いろいろこう調べてみたんですけど、なんかすごい、やっぱり地元いいとこみたいですよ。なんか全国の、なんか幸福度ランキングがあるらしくて、で、2年連続、ナンバーワン取ってるみたいです。すごいですね。で、まあ、あるサイトの記事でこう紹介してるのがあったらそれちょっと読ませてもらいますね。3選か3選ありまして、でこれ最後書いてるサイトの、まとめなんですけども、田舎ゆえの面倒くささももちろんあります。ディズニーランドもないし、最新のアイテムがすぐに入るわけでもないけれど、プラスアルファの幸せより基本の生活が豊かに保障されていることが、宮崎の幸福度の高さに結びついているのではないでしょうかって書いてますね。最後、小さな幸せに感謝しながら大切に日々を大切に過ごしたいです。はい、そしたらこれからは、宮崎県のさまざまな一番ですね、まあ、全国に誇れる1位というのがいろいろあるらしくて、それもちょっといろいろ紹介していきますね。まず暮らしやすい宮崎ということで、さっきもちょっと話したんですけど、気温、日照時間、快晴日数ですかね、がトップクラスですね、全国の。で、これちょっと内容ちょっと読ませてもらいますね。で、宮崎県の、年間平均気温は約17度で1年を通して温暖な気候です。確かにそうでした。で、また平均気温、全国3位ですね。で、日照時間も全国3位。快晴日数全国2位。すごいですね。で、全国トップクラスで、まさに日本の日向を思わせる明るく温暖で南国情緒豊かな気候です。はい、次。で、次の日本一が、これ僕も見て、と思ったんですけど、共働き世帯における夫の家事関連時間っていうのが日本一らしいですね。これちょっと内容を読むと、共働き世帯のうち子供がいる夫の、家事関連時間は、全国平均の約 1.3 倍の長さになっております。はい、次。
やっぱりあれですね、さっきも言った消費者の物価が安いですね。こちらも日本一安いらしいです。でこれちょっとまた内容を読ませてもらうと、宮崎県の2019年ですね、平均消費者物価地域差指数っていうのがあるらしくて、その指数が96らしいです。全国平均100らしいですね、低いですね。物が安いだけでなく、海と山の新鮮な幸は、大変豊富です。そんなことですね。はい、次で次が、安心で安全な豊かな食材ということでですね、まあ、田舎ならではになるのかな、やっぱ土地も広いしってことで、やっぱ宮崎もあの畜産業ですかね、農家っていうのがすごい、盛んなところだったんで、まあ、それもちょっといろんな日本一があるんで紹介していきますね。これいっぱいあるんでちょっともうわーっといきますね。まず次がやっぱ田舎ならではというか、やっぱりそのちょっと方言のね紹介をしていこうかなと思います。僕ももう今その関東に出てきてもう今5年目とかになるんですけど、まあ、ちょっともうだいぶ忘れちゃいましたね。なんで今ちょっと改めて調べてみたんですけど、ああ確かにって思うのもありますし、これ言ってなかったなっていう方言もいろいろあるんで、まあ、それちょっと紹介しますね。もし分かる人は分かるで全然答え合わせしてもらっていいんで、それちょっと紹介していきますね。なんかよく使うとか、なんかいろいろ項目があるらしいんで、はい、ね、これで、まあ、こんな感じで宮崎弁の、紹介でした。これどうしようかな、俺の喋ってるやつやっぱ載せた方がいいよね。いいかな、もう俺もなんかあんま喋れんねんな。一回母親に電話しようかな。ありじゃないですか。いい、やってみて。母親と電話、ちょっと一回母親に電話かけてみます。これわかりますかね、これピンモデわかんないかな、これわかりますかね、これ母親です、僕の LINE の。これ実家で飼っているコリーの小太郎くんです。ね、アイコンもホーム画面も犬っていうね、本当に犬、小太郎くん大好きなんですよ、うちの家族。一回マジで実家で電話してみますね。もしもし、あ、もしもし、はいはい、あ、もう今、大丈夫、大丈夫よ、あ、オッケーオッケー。今何してる、今、え、今何してる、今、ミオリを抱っこして、ね、寝かしてる、あ、抱っこ紐で、あ、あ、あ、今来ちゃ、あ、今来ちゃった、今、うんうん、あ、いや、そう、この前、ミスタージャパンのあれでちょっと話したやん、うん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 、そうそう、で、その、次あのセミファイナルあるって話で、うん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 、で今まさにその YouTube 動画をまたちょっと作っていっちゃうわけよね。あ、作りよると、そうそう、で今もう今まさにカメラ撮りながら話してて、うんうん、あ、そうなんじゃ。そうもうお母さん友達とかいろんな人に、うん、友達よりいっぱい言ってから、いやもう同じって言っても、うん、だんだんいいねやら視聴回数が増えてるやろ。あ、それまだ分からん、ちょっとまだ 見知らんけど、うん、そうそうよ、そう、ありがとう、うん、花田さんやらにも言ったから、マサトも見たはず、ヤマトも見たはず、マジで、うん、ユキも見たはず、その辺全部言ったから。いや、まあ、どんどん、うん、広まっていっていいよ、うん、そう、で、うん、その今動画撮りよって言ったけど、うんうん、でそのテーマがあって、その出身地についてっていうのは今話したわけよね、うん、動画撮りながら、でそのちょっとその方言をうん、やっぱちょっと話した方がいいかなと思って、うん、方言、そうで、急遽その、うん、そのお母さんにみんながあんたのあの自己紹介の動画見て、うん、
ね、延岡便所ねえしってみんな言った。みんな言った。まあ、そりゃね、そりゃそう、うん、そうなるわ、うん、おかしいやろ、うん。うん、で、うん、そうそう、うん、で、その、まあ、それで、うん、まあ、その今動画撮り寄って、うん、で、その、まあ、喋ってる方言も見せた方がいいかなと思って、その急遽そのお母さんに電話したところで、うん、うんうんうん、そう、なんとかげーなって言えばじゃね。いや、もうだいぶいいのもらってるわ今、会話でお母さんの方言で。面白い。本当、うん、面白いね。もうこの職場の先輩らみんなにも言って、マジ、うん、全然知らん女の子やら知らん職場の人がみんな見ていいねしてくれちゃう。マジで？見も知らない人が。いやマジありがとう本当に。うん、それはマジあれ。黒木さんの息子がいや。それはマジありがたいわ。もう、うんうん、もうこっちにマジ友達おらんから、うん、もうそっちでどんどん再生回数というか増やしてほしい、うん、それは。まあでも、でも正直言うとも1本目のやつはもう審査終わってるからあれやっちゃうけど。うん、自己紹介。そうそう、あれも審査のあれは終わってて、で、うん、次のセミファイナルのやつが。うんうん、あとちょっと後で資料送るわそれ。うん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 。でその審査期間とかあるから、うん、その期間内にやったらその YouTube 再生とかすごい伸ばしてほしいかなと思ってるから。そう。な何回もお母さん一日何回も見よし。でもいいね、一人一回しか押されんよねとか言って。多分そうなはず。ね、1人1回しか押されんて、2回目押したらまたマイナスになったからこれはいかんと思って。また押し直して。いやありがたい、それはありがとう。うん、うんうん、そんな感じよ。いやありがとう。今身寄りおるの、うん、今、うん、じゃね、うん、ごめん、急にごめんね電話。はいはい、じゃね、はい。ごめんね、家族特集。はい、ね、途中ちょっといろいろ脱線しましたけど、まあ多分うまい感じでね、多分カットしてくれて編集してくれてると思うんでね、方言こんな感じです。はい、はい、いかがだったでしょうか。ね、急遽ね、僕の母親にリモートで特別支援を、してもらいました。ね、多分編集されて後半のグダグダなところはね、全然カットしてもらってると思うんですけど。まあ僕も久々に話しました、この後ね。まあ、でもなんで方言に関してはね、僕のこの喋ってたやつというか、まあ、実際に今も宮崎に住んでる母親のやつをね、しっかり聞いてもらった方が、まあ、方言って分かりやすいかなと思うんで、もしそこの部分何回も再生してみてください。はい、てな感じでね、まあ、セミファイナルの、YouTube 動画の2本目の、出身地についてっていうね、テーマの動画でした。でまた今後ね、3本目のテーマのやつ、また今後上げていくので、もちろん良くなくてもね、皆さん見てくださいね、よろしくお願いします。あと多分二次審査、セミファイナルかのやつが、ただそのムーディアでいいんですかね、呼び方ムーディアっていうサイトのまた投票プラスこの YouTube のね、再生回数がポイントとして加算される方式になってるんで、もしよかったらそっちのムーディアですかねの投票の方もぜひ、よろしくお願いいたします。皆さんお待ちしております。はい、こんな感じでね、セミファイナルの、2本目の、YouTube 審査の、出身地についてということでした。どうもご視聴ありがとうございました。